なんか、ホストにはまりすぎてマカオに売られた女性の末路があまりにも恐ろしすぎて話題になってるみたい。では早速だけれど、詳しい内容を見てみるね。風俗店の勤務経験はなかったし、絶対無理だと思ったけど、やるしかなかった。昨年6月、買春するため中国、マカオに渡航した女性は、追い込まれていた当時の心境をこう振り返る。歌舞伎町のホストクラブに勤務するホストに入れ上げ、一昨年の年末頃から頻繁に店に通うようになった。自ら事業を立ち上げるなど蓄えがあったが、貯蓄を見透かされていた。店に入るとカードを提出させられ、無断で100万円を決済されたり、数百万円のシャンパンタワーを続けざまに注文させられたりした。支払いに使っていたクレジットカードが限度額に達するたび、他社で新しいカードを作成。カードの枚数が30枚ほどに達し、支払いが追いつかなくなってきたとき、ホストが提示した選択肢の一つが、海外で買春をして稼ぎ、返済する、だった。エージェントと呼ばれる斡旋業者を紹介され、米国や台湾など複数の選択肢から女性が選んだのは、東洋のラスベガスとも言われるマカオだ。売春施設が併設されている高級ホテルで、勤務時間は午後6時から翌午前4時。1時間に数回品定めのショータイムが開かれ、40から50人ほどの観客を前にステージに立った。観客から指名を受けると個室に移動し、サービスを施した。1回につき約3万円の収入が約束されていたというが、仕事は肉体的にも精神的にも過酷だった。1日5、6人を相手にして、数日経った頃、心身に不調をきたし、雇用主に申し出て帰国した。言葉も通じない国で体を売るのは、本当にきつかった。体調を崩し、帰国後も、ホストからは風俗店で勤務するよう言われ続け、東京、吉原で働いた。結局、ホストクラブに支払ったのは、総額約2500万円。次第に気持ちは冷めたが、カード会社などへの支払いは今も残る。辛いが、どうすることもできない。同意なく無謀な支払いを強要したとして、ホストクラブ側を相手取り、支払い金の返還を求め提訴を考えているというが、仕事もお金も失って、悔やんでも悔やみきれない。後悔が口をついた。やばくない？借金苦に陥った女性に、海外で売春をし、借金を返済するよう持ちかけるホストの行動。いくら女性の自業自得だとはいえ、このホストの行動は問題なんじゃないの？違法じゃないわけ？ちなみにネットでは、次のような声が飛び交っているみたい。売られるとかマジかよ。これ人身売買やん。自ら事業を立ち上げるなど蓄えがあったってことは、ある程度の成功者で知能もありそうなのに、そこまで落ちるのか。カードを勝手に使うのは犯罪だから、その時点で警察に駆け込むべきだった。夢にゃんに泣きつけば、きっと面倒を見てくれるよ。はあ、でも20過ぎてんだろ。なら自己責任でしかないよ。沈み切ってから後悔しても遅い。ホス狂いらしい末路。ホストにはまったの自分じゃん。そのホストを押したくて押したんでしょうに。故に、某女性保護団体はあなたを守らない。本当にこの件に関しては、フェミや情勢権利擁護 NPO なんかが大騒ぎすべき案件なのに、本当に不気味なぐらいだんまりなんだよな。ホストの料金に上限つけるべきやな。別に困らんから、パチンコと共に全ホスト家業廃止すれば、鼻ほじ。こんなアホを税金で救おうとしてる国があるってマジ。政府。官僚。フェミ。私たちは売られた。ホストにはまり借金を背負い、借金を返すため、立ちんぼやパパ活という名でごまかされた売春に走る女性がわんさかいる今の日本。いい加減国や自治体はしっかりと動くべきなんじゃないの。そもそもホストなんて存在、日本に必要？ゆるパンダは必要だとは思えないよ。だって害でしかなくない？とにかく国と自治体は、今回のホスト絡みの問題を徹底的に調査し、対策を講じてください。そして、ホストにはまる女性は、海外で売春を強要される前に、自身の行動を見つめ直してください。自分を大切にしてください。
よろしくお願いします。